はい。それでは始めていきたいと思います。現在時刻はですね、2019年11月16日、7時42分になります。本日はですね、11月15日、16日のトレード結果の報告と、えっ、ー、とですね、今週1週間のチャートの分析を行いたいと思います。はい、それでは、えっ、ー、とですね、早速トレード結果の報告をしたいと思います。 このえー、と昨日15日と16日はですね、4つのポジションを積みましただけで、えー、終わりました、はいえー。決済はしていません。はいえーね、1.1025から354555で10ピップ早期に、えー、ポジションを積みました、えーと。これに関しては正直ロット数を、ね、下げていれば、まあ、1ロットだったら正解、まあ、10万通貨だったら、えー、十分問題ない。 戦略だったんですけれども100万通貨だったら例えばですね0.1.1025と55だけにするとかえっとですねユーロドルの値動きに合わせてポジションを積む場所間隔をもっと開けるべきでしたはいちょっとここのところはですね私がずっと10万通貨でやってきていてまだ100万通貨の単位での取引に慣れていないというのが露呈しました まあここのところは経験を積んでいけばどういう資金管理をすればいいだろうというのが学べると思います。はいでまあ、仮に逆行したとしてもですね、逆行してまあだいぶ資金が減ったとしても、現在ここに入っている資金というのは、クレジット入金ボーナスの5万円を除いて、すべて今年度のですね、えー、っと 今年度 FX で得た利益になりますので、まあ、マイナスにならなければ全て勉強代になるかなと考えています。はい、えという感じでですね、えーっとまあ、少なくとも、えー、っとマイナスではないというのが、割と私の心に余裕を持たせています。まあ、あの努力した時間に対する比率としては割と,、えー、っと薄くなってしまうんですが、まあ、あの今年これも勉強だなと思って トレード続けたいいなと思いますすで、はい、ではですね今週の、えー、っとトレード結果の報告は終わりまして、えー、チャートの分析に移りますまずは直近15日から、えー、16日の朝にかけてのですねロウソク足に関してなかなか大きめな要線が出ましたもう一気にですね,ね先週の金曜日のところの陰線、えー、をもう全部食っちゃう形で ストンと戻ってきましたただし1.105で、えー、まあ要請のとこほぼ止まりましたね。はい、でですね、この値動き、えー、まあ Yahoo f i n a さんのところを見ながら、まあ正直どうかな、そんなに動くような気配は感じられなかったんですよね。えー、ユーロ高になるような、うん、すごいニュースがあったわけでもなく、まあ、かといって、 でそうですね、えー、っと、ドル高の方、ドル安になるよっていうニュースも、まあ、0.4ポイント差だからなと、うん、でも、まあ、そんぐらいなので、あんまり、この0.1ポイント差とかも、そんなにですかね、うん、もしかしたらここなのかもしれないですかね、製連邦製造業景気指数が、というような感じ、でいくつか、えー、見ているんですが、 そんなにインパクトのある、えー、っとですね、指標結果は見当たりませんでした、えー。そのためですね、で、あとは今回のこの値動きというのが、まあ32ピップス。ロウソク足の実体部分が32ピップスですので、この値動きに関してなんですけれども、えー、っとですね、11月、おっと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 ,っと、11月15の えー、要線は、まあ、あの、単純に、売りの、えー、買い戻し、まあ、売りポジションの決済なんじゃないかなというふうに思います。あ,あと見づらいんでこちらにしときますねお。11月15日の要線というのは、ね、売りポジションの買い戻し、まあ、売りポジションを決済した動き、 で、反動が来ているだけだと思います。まあ、2日間のもそうですね、ここのところも、えー。という感じかなと思います。はい。で、えー、っと、ここのとこの1.10と1.1051の間で、えー、推移するという予想は、えー、っとですね、先週の日曜日ですね。日曜日に私が、えー、動画で投稿して、だいたいその範囲で収まりました。まあ、ヒゲが多少出てはいるんですけれども、 えーっとその範囲の、ね、抜けてですね、えー、っとちゃんと、まあ、その範囲、ヒゲは出ましたが戻ってきているので、まあ、ある程度、えー、予想は高く、適、えー、収したかなと思います。はいえーとですね、こんな感じで、お、ま、そ、あ、らく今週の動きは、まあ、先週1週間大きく落ちたものに対して調整でここ小刻みに。 売りポジションを決済していいるだけななのかなと思います <laughs>、えー、この後どうなるのかに関しては、えー、また明日日曜日に動画にしたいなと思います。はい、ということでですね、えーと、今回の内容はここまでになります。えー、ポジションの報告は、えー、4つポジションを積み増しましたよという話。えー、そしてチャート分析に関しては、 えっと、ファンダメンタル、まあ、経済指標とかで大きな話がなかったので、とりあえず先週1週間の売りポジションを決済する程度に、こう、ここちょこちょこ動いたんじゃないかと思います。はい。えー、というような形でチャート分析までの話でした。今回の内容はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。